皆さんこんにちは、武者と申します。今日ですね、競馬ファンが絶対見るべき神ブログ、そして神連載ということでね、ご紹介していきたいと思います。まあ私がですね、こうやって毎日動画を発信し続けるにあたって見まくってる競馬ブログ連載はどこなのかということでね、まあ勝手ながらご紹介させていただきたいなと思っておりますね。ということでね、まずはですね、これはちょっと有名どころではあるんですけれども、グリグリ君の個人馬主ブログでございます。いやー、これはですね、個人馬主ブログさんにはなってるんですけれども、いや、もう競馬全体のことをね、学べる、いや、非常にありがたいブログでございますね。まあグリグリさんと言いますとですね、まあ最初は結構一口馬主で G1 馬に数多く出資しまくってるっていうことで有名ではあったんですけれども、実は個人馬主としてもですね、ご活躍されておりまして、現在も中央地方でね、まあ12、10頭持たれてるのではないでしょうか。結構サラオクとかでもね、馬を購入されてまして、こちらのステイゴールドサンク、元中内打球者のフローリンなんかはですね、1400万円っていうね、まあ、なかなかの高額で購入されていたりもしましたと。あとはですね、女性騎手にもかなり応援されているところがありまして、まあ、何を隠すと今村騎手のね、デビュー戦はリンギングフォンっていう所有馬だったりしましたし、あとはですね、こちらのグレートホーンっていう馬も、現在はね、馬主さん変わってますけれども、ブリーズアップセールで、ナノコさんを乗せるために購入したくらいのね、勢いでニュースにもなっておりましたね。2700万円をガツンとね、払って、実際ね、こうやって新馬から乗せて、勝って重賞にも出走させて、乗せてくれるわけですから、いや、なかなかね、熱いお方ですよね。ということでね、まあ、そういったバックのある馬主さんなんですけれども、記事もかなりね、頻繁に更新されていて、毎日投稿どころではなく1日 2,3 投稿されている時もありますね。サンデーの募集が発表、ドラメンテが最高額とかね、またレースのね、想定とかボーダーラインとかもちょびちょびこう出してくださったり、またその一口のね、シャフリアールとかに出資をされてる方なんですけど、まあ海外衛星の意見とかもね、まあされてたりしますね。どんぐらい費用かかるのかとかも、ツイッターもやられてましておっしゃってましたね。もうこのタイトルだけ見てもなかなかそそられますよね。競馬を自由視点映像を導入したらどうかとか、牝馬6歳3月末で引退もったいないってね、いや確かにそうかもしれないとかね、最近の勢いを考えると思っちゃうわけですよ。閉塞に看板なぜ割られなくなったのか、セレクト2020に上場注目馬、いやもちろんこれ競馬ファンはもちろんのことね、馬主さんが参考にすべき神ブログの一つだと思いますよね。いろんなですね、まあ、競馬雑誌からこうネタをね引き出しまして、こうやってブログにしてくれるわけで、自分自身がこうそれを全て読むのはなかなか難しい中、こうやってねその他から興味深い内容をピックアップしてくださるっていうのは、いや非常にありがたいですね。私もネタの参考にと言いましょうか、まあ、それに関わらず競馬の勉強をさせていただいてますね。ということでね、まあ誰しもが学ぶことのあるこのグリグリ君の個人馬主ブログ、ぜひともね見てみてください。商馬好きも必見ですね。では次にですね、これはちょっとねマニアックなところに入ってくるのかもしれませんけれども、不敬バカさんでございます。いやーちょっとね、紙サイトでもご紹介した不敬バカさんだったと思うんですけれども、いやーもうね、本を何十冊と読むくらいのレベルで学びがありますね、こちらのブログっていうのも。いろんなねテーマがありまして、最近始まったのがこのサイヤーラインでたどる世界ダービー史っていうところでね、最近のダービーから昔にこうたどって、まあ、その年どういった系統が強かったのかとかね、そもそもですね、そんな国でダービーやっていたのかっていうくらいね、いやもうかなり広い範囲網羅してますね。でその国でね何系が熱いのかとかね、まあ、振り返ることもできると。やっぱりね、日本のサンデー系っていうのは、まあ、他の国ではほぼ見られないっていうね、まあ、そういったところも改めて感じさせますよね。で、あとはオールドファンにはたまらないかなっていう、この指摘検証場。まあ、あとは、その新しい人にとってもね、私を含めて、どういったドラマのある馬なのか、どういった経歴で、どういった戦績で、そして商売入りした後、成績的にはどうなのかとかね、かなり具体的にお話語ってくれてますね。本当はこのシリーズも全頭ね、本にできるレベルで濃厚なんでね。あと、血統表とかも見られるんで、あ、当時はこういった馬がね、G1 勝つ
ていうこともあったんだなとかっていう新たな学びもありましたね。まあ今ではほとんど見られない指示とかもやっぱりかなりたくさん出てくるんでね。もうポレールとかね、障害馬も含めて出てくる。もう正直私もここで初めてする馬なんかもいますよね。まあ他にももう全競馬ファン使える情報っていうのもね、たくさんあって、2022年新勝馬リスト、一頭一頭ね、どういった血統、現役時代の成績はとか、マイナー勝馬、クレイドルサイヤーまで含めて、がっつりと一頭一頭記事上げてくれてますね。マクマホンとかも全然情報ないんでね、こういう紙サイト、紙ブログで学ぶっていうことが、まあ、やっぱ発信するためにはね、重要になってきますよね。他にも、週刊勝馬場ニュースっていうことでね、毎週どの系統の勝馬の参加が勝ったのか、やっぱ不敬バカさんっていう名前の通りね、不敬を中心にガッツリと取り上げてくれておりますね。この勢いだったら、やっぱり金亀系、ロードカノロア、リーディング立てるかもとかね。あとは地方もかなり網羅されていて、やっぱね、その地方のローカル G1 重賞とかって、まあ私も正直あんまり見てなかったりするので、まあここでね、ああ、この血統はやっぱり地方でも強いんだなとかっていうのは学びありますね。で、海外の単位付け頭数とかもね、この不敬バカさんでがっつりとまとめてくれていて、イギリス、アイルランド、アメリカ、アルゼンチンとはもちろんね、ウルグアイとかブラジルとか、南アフリカとか、までね、いやー、どこからそうやって情報を持ってくるんだろうとかって思っちゃいましたよね。いや、もうここも本当に面白くて、いや、この国ではあの系統がまさか熱いのかとかね、めっちゃありますよね。だってブラジルでどの系統が強いとかってなかなかね、思いつかないじゃないですか。アグネスゴールドがちょっとね、話題になったりもしてましたけど、実はダノンプラチナなんかも頑張ってたりね、するみたいですよね。ちなみに韓国とかは日本からも勝馬結構行ったりしてますけど、アメリカのダート勝馬がかなり多いっていう感じでしたね。で、シャトルで行っているオーストラリアとかニュージーランドでも、まあ、日本の勝馬がなんとつけたとかっていうのも、まあここからわかりますよね。なぜか去年だかにニュージーランドで日本からその正式に勝馬としてシャトルされている以外にも、サザンライツとかラフレシアとかっていう、日本でも全然参考残してない馬なんかも、現役時代も走ったわけではない馬なんかも、なぜか単位付けしていったりしてましたね。いや、本当に面白かったですね。桜爆死王とステイゴールドの後継になるんですけど、その2頭は。なぜ行ったのかすらよくわからないっていうね。いや、学びがありましたね。まあ基本的にはね、そういったその勝馬情報ががっつりと、日本はもちろん世界ことも学べるっていうね、まあ、会員ブログさんにはなってるんですけれども、まあ、他にもね、全競馬ファンが学べる内容になってると思いますので、ぜひですね、見てみてください。不敬バカさんでございました。そして3つ目がですね、これはちょっと一口やってる方中心になってくるものの、実はね、全競馬ファンが見るべき、特にこのチャンネルを見てる方には見ていただきたい、ヘッポコ軍団さんでございます。まあブログと言えるかどうかわからないですけれども、非常に学びのあるサイトでございますね。このヘッポコさんは地方の馬主資格を持たれている方っていうことなんですけれども、まあ一口の情報をかなり力を入れていらっしゃいまして、まあすぐにですね、競りで購入した馬がどのクラブで募集されそうとか、まあ新たなね、追加募集があったよとか、すぐ更新されますね。募集予定馬の段階でも全頭もう情報をすぐ血統とともに出してくれるんで、いや、もう有能すぎて尊敬しちゃいますね。で、全競馬ファン必見って言ったのは、その一口関係じゃなくて、セレクトとかね、の馬までもがっつりとこう出してくれるっていうことなんですよね。まあ、私も結構やったりしてますけれども、やっぱ血統とかをまとめて把握するにはこちらがね、非常にいいんじゃないかなって思いますね。で、あとはそれがね、忘れちゃいけないんですけれども、海外のセリーの購入馬とかもがっつりとこちらでは見ることできるんですよね。この競馬データベースのところから海外セールっていう項目があって、もうここもすごいんですよね。ここまでの全世界のセリーの情報を寄せ集めるだけでもまあまあ大変っていうのは私実感しているところで、しかもね、その中から落札額トップ30、そして日本の関連の落札馬とか、中のクラブ募集馬とかで、過去のセール見れば、そこのセールで購入された馬がどういった成績をね、今残しているのかとか、あと兄弟の実績とかも結構海外の結果含め見せてくれてまして、いやもう全てにおいて学びがあるというか、どこからその情報を持ってきたんだっていうね。いや、やっぱこういうね、紙ブログさんを見てると、いや、まだまだね、自分の動画は浅いなって思うところですけれども、まあね、ここはまあ
個性ということで、浅く広くね、私のチャンネルもやりつつ、ちょっとずつ深くしていければいいなと思ってるところですね。いや、ほんとこの海外セールの情報はほんとここでしか見られないレベルで非常に勉強になってますね。あとブログっていう意味ではね、このヘッポコさんが結構個人的な話も含めてね、がっつりと、まあ、ノーザンマラソンとかもね、含めて、結構こちらグリグリさんのブログに近い感じの内容も多くてですね。いや、普通に面白いですね。なんていうかもう書き方にすごくセンスを感じるんですよね。読んでいて全く飽きないですね。馬の名前がね、ちょっとこう、もじった感じで表現として出てきたり、いや普通に本業ではこれないみたいなんですけど、いや仕事もこの方はすごくできるだろうなっていうね、方だから印象を受けますね。まあ、とりあえずはこのサイトにある情報は一口だけではなく全ての全競馬ファンに見ていただきたい神情報が揃ってるっていうことでね、よろしくお願いいたしますというところでございますね。チャラ奥までしっかりとね見ることできますんでね、マニアックな人にはたまらないでしょう。で次にね、まあこれは何度も紹介してますけれども、やっぱり一口馬主 DB さんのこちらのね、ノウハウ読み物更新情報のところにはもうね、絶対に注目していただきたいですよね。このコラムで気になる時だけ月間登録するのもありだと思いますね。500円ぐらいなんで絶対損しないですね。いやもうここでしかね、見られない情報っていうのがまさにたくさんありますね。一口って名前がついてるので、普通の競馬ファンがちょっと関係ないかなって思って見てない人多いと思いますね。まずは馬体の味方講座のところには、連載中のね、ブリックス&モルタルとスワーブリチャード3区の稽古と対策と、まあ馬体はもちろんのこと血統的なところまでね、そもそも社代のね、スタリオンの徳武さんに毎年がっつりとお話聞いてるわけで、まあ一番参考になる情報といっても過言じゃないですよね。で、あとは現役の商馬の走ってる産駒の特徴とかもね、実際にソングラインとかのカタログ見ながら紹介してくれますし、いやいや、学びしかないというところですね。で、本当調教師さんとかね、助手の方までこうやって口向きの深い話とかね、背中がいいとか、かなりこう抽象的な言葉に対して具体的な説明まで聞くことができる。ちょっとね、マニアック感はあるものの、本当にね、まあ、競馬を知りたいという方にはね、学びしかないんじゃないかなって思いますよね。まあ、私もね、血統ばっかり見てるところあるんで、ちょっとね、勉強したいなって思った時にやっぱこのコラム見ますよね。確かここから馬体は語るとかの本もね、ジロマルさんが出してる本も自殺じゃなかったかなと思いますね。こちらが元ネタだったような気がします。もちろんね、一口の研究室っていうのも素晴らしくて、いやサンデーサイレンスのクロス効果がどこまで本物とかね、これ一口やってる人だけしか見てないとしたら非常にもったいないなって私は思っちゃうわけですよね。 GRA の賞金とかルール編とかね、いやーこれは全競馬ファンの必須でしょうとしか私は思えないですよね。よくここまでデータを引き出せるなっていう感じですね。ターゲットだけとかだとなかなかね、いや難しいのかなっていうところで、やっぱね、ここのサイトでしか出せない情報っていうのがここには溢れていると思いますね。たった一月500円、その1ヶ月間にこれ全部見直しておけばコスパ最強ということでね、一口馬主はもちろんのこと全競馬ファン一月は月間登録価値ありということで、ひいき目なしで言わせていただきます。で最後にですね、まあこれネット競馬さん、まあ一番ね、競馬情報サイトとしては上に上がってくるサイトで、まあ今だけなのかもしれませんが、熱いなって思うコラムご紹介させていただきますと、これはなんといってもね、ジョッキーの生の声を聞けるっていうところですよね。やっぱ川田騎手のコラムっていうのはやっぱりね、思いが違うというか、やっぱトップジョッキーの生の声、しかも川田騎手ってあんまりメディアに出ずっぱりっていう感じではなかったですから、貴重としか言えないですよね。で、あと血統好きとしてはね、酒井騎手の守護馬辞典、いやーこの方っていうのもね、いやぜひとも直接お話聞きたいなっていうぐらい守護馬好きみたいで、しかもそれプラスでやっぱ本物の GRA のジョッキーで、しかも若手の成長株っていうところでね、背中の感触とか実際競馬場で走ってる感触っていうのは、もう外から言ってる私のような競馬ファンだとね、全くもって分かんないものですから、やっぱね、そういう現場の方のね、本物の声っていうのは、まあ一番参考にするべきと言っても過言じゃないですよね。ちょっと
数的にはね、頭数がっつり多いってわけじゃないんですけど、アーツクライ、ロードカナル、ワキキズナ、あとは今回のアメファラ、フランキル、ハービンジャー、外国勝馬たちで、まあ一旦終了という感じにはなってるんですかね。まあちょっとね、もうちょっと見たいなっていうところあるんですけれども、まあここにもですね、アプリ限定ですけど導入する価値あるといったところですね。はい、ということでね、まあ、結構ですね、一口馬主ってこう、印象であんまり見てないブログとかサイトっていうのはあるんじゃないかなって思いますね。あと今回ちょっと紹介そびれちゃいましたけど、小島茂幸さんのね、調教師さんのブログとか、あとは引退されましたけどね、住井さんのコラムとか、あとは馬主さん、藤田進さんのコラムとか、いや、ここら辺もね、学びがめちゃめちゃある。あと、過去には奥村武さん、今は調教されてますけど、国枝厩舎でね、調教助手されてる時のブログなんかも見返したりしてますね。やっぱ現場の人にしかわからない感覚とか、知識とかっていうのはめちゃめちゃあって、まあそれをね、できるだけ私のチャンネルでは、まあ浅く広く発信していきたいなっていうところなんですけど、まあぜひね、その元ネタとなっている記事見てみてください。皆さんもですね、ぜひ面白いサイトありましたら教えてください。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。